こんにちは。髪黒くなりました。なんかね、お寿司屋さんみたいなヘアスタイルにされてしまいました。なんかね、やっぱ田舎のとこへ行くとヘアスタイル1種類しかないのかみたいな、キム・ジョンウンじゃないかこれはみたいなね、ことがありますけども、まあスマホ依存ね、なんていうのかな、インターネット依存、それから変化ですか。私ね、思うにね、ほとんど変化しないんですよ。何にも変わってないんですよ。ずいぶん前から、20年前、30年前から、よくね、いや久保さん変わりましたねとか言うけど、この程度で変わったっていうのみたいな感じです。あんまり変わってないですね。相変わらず私、見る映画は10代の頃と同じだし、腹は減ってうんこはするし、何も変わんないなと思いますよね。何が変わったんだろう。多分収入源程度は変わったかもしれないですね。でも本当一部ですよね。で、そのスマホ依存、インターネット依存っていう風な形がありますけども、私生活の中でほとんどインターネットもスマホも使ってないんですよ。ほんのちょびっとです。全部なくせっていう風な極端な話をまたね、吉谷さんされてましたけども、全部はなくさないですね。だってその何、車だってほとんど乗ってないですからね。全部なくせじゃなくて、ほんのちょびっと使ってるんですよ。ほんのちょびっとで十分だったんですよ。スマホも1日、そうですね、トータルで1時間とか2時間使ったら十分ですね。ちょろちょろっと使ったらもう十分で、あとはフリーハンドです。で、何が言いたいかっていうと、またね、アンチテーゼになるんですけども、リアルで生きる時間を増やすためにインターネットとかスマホを活用してるだけなんですよね。でも、私がね、言うスマホ依存っていう概念っていうのは、確かね、もう時代が変わってスマホ依存なんてもう過去の異物だみたいな言い方されてましたけども、でもほとんどの方がスマホ依存未だにやってるんで、まさに時代遅れだなっていうふうに私は感じるんですよ。常にスマホがないとできないとかね、不安だとかね、困るとかね。私スマホなくても全然困らないんで、ローランドさんじゃないですけども、朝起きた時にちょっとチェックして、で、まあ動画更新するじゃないですか。それで終わりですからね、もうね。だからそれができるから、それも収入源になってるから、その稼ぐ時間って圧倒的に減っちゃったわけですよ。1日極端な数分とかになっちゃって、長くて1時間ですよね。で、なんかその3年で1億ってのも結局稼ぎ方依存から脱却ですよね。1億円稼ごうと思ったら少なくとも10年とか20年がかかると思うんですよ。でも3年ぐらいで麻雀店経営しながらそれができちゃったっていうのは、すごく依存から脱出したなっていう風な考え方なんですけどね。で、確かに新しい概念だったかもしれません。インターネットもスマホもね、フェイスブックも。でもこの新しさっていうのは、私にとってみたら誤差のレベルでの新しさなんですよね。例えば毎日、ラーメンを食べていたけども、今日はそばにするかみたいなぐらいの違いなんですよね。ですんで、私が電卓をずっと使いながら麻雀店の会計していましたけども、それに、パソコンにするかみたいな感じなんですよね。だからもうなんか大それたことをやったって気持ちは私はあんまりないんですよ。そこはちょっとね、もしかしたら、考え方というか概念が違うのかもしれないですね。多くの方は、今日もちょっと床屋でね、終わった後話してたんですけども、いやなんかわしらね、パソコンとかね、ようやらんのよって、もうやらんねーとか言ってたんですけども、でもパソコンって50年前からありますよって。50年前はやっぱり若かったじゃないですか。だからその頃にやらなかったからこうなっちゃったけども、50年前にパソコンやった人は今でも70代80代でもパソコンガーッとやってると思うんですよって感じでね。だからそれをいつ知ったのかもすごく大事なんですけども、そんなに大したことではないかなと思うところは大きいんです。実はパソコンだの、インターネットのアフィリエイトだの、転売だのね、 FX とかありますけども、全然そのリアルであったことに他ならないのかなとかね。いや、そんなに大きなハードルのことなのかなとか思うんですよね。そうですね。なんというのかな、この地上で起きてることっていうのは全て誤差の範囲かなと思うんですよね。私はね、そんなにこう思いもしないようなことって起きないような気がするんですよ、私は。まあそういうのあるよねみたいなね。パソコンで暮らす、そんなんね、50年前からそんな人いたよねみたいなね。確かにいたんでしょ。50年前にパソコン1台で暮らしてる人もいましたからね。その パソコンのメンテナンス業者さんとか、なんかいたと思うんですよね。ということをブラブラと思いながら、今日は髪の毛が黒くなってよかったなということで、新聞でも読むかな。いってらっしゃい。